な感じかな。おはようございます。今日はローランさんからあるものが届くっていう連絡が来て、ものすごく楽しみに待ってるんですけど、来るかなってマジタイミング良すぎるんだけど、やば。はい、こんにちは、サバーケビンです。はい、今行きます。はい、荷物入れ終わりました。今回届いたのはローランドさんの VAD706 ですね。これはローランドさんが出してる、まあ電子ドラムの中で一番最新のものなんですけど、今回ローランドチャイナさんからご厚意で提供していただきました。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ本当嬉しいです。もうなんかモチベーションが上がりまくりますね、本当に。なのでこれからはちょっとこれでドラム動画をバチバチ撮っていきたいと思います。はい、ではじゃあ組み立てていくので見てください。それは OK、 いける、いきます。やってね、うわ高級感やべえ。やばくね、やばいでしょ、はい、やばい、やばくね。じゃあそれでは組み立てていきたいと思います、友達とね。レッツゴー。やば、かっこよ、はい、それでは VAD706 がついに完成しました。お披露目まで3、2。はい、ということで完成しました。 VAD706 です。見てください、この迫力。電子ドラムとは思えないでしょ、これこれ電子ドラムなんですよ、皆さん。もう一回確認しとく、電子ドラムです。これ、これをずっと見ながらコーヒーとか飲める、お酒も飲めちゃうな。はい、でこれからはこれでものすごいかっこいいドラム動画をたくさん撮っていくので、皆さんチェックの方よろしくお願いします。で今日は僕が尊敬しているドラマについてちょっと話そうかなって思います。僕が一番尊敬しているドラマーは The Chainsmokers のマット・マクワイアです。もう彼の動画は何年見てんだろうか。僕のドラム歴が12年になるので、もう10年ぐらい見てるんじゃないかな。10年ぐらいずっと彼の動画見て練習とかしてましたね。もう彼の何がいいかっていうと、まあ特徴的なのはハイハットを2つ使うっていうところなんですけど、ハイハットを2つ使ってまあドラムパフォーマンスというかがすごいかっこいいんですよ。その見てわかるんですけど、フォームが綺麗で、叩き方のフォームで、叩き方のフォームがちょっと綺麗な人はいい音が出るみたいなの僕が思ってて、まあかっこいいです。見ててかっこいいドラマーですね。面白い話があって一昨年ぐらいにチェーンスモーカーズが日本にライブをしに来たんですよ。でチェーンスモーカーズがまあサマーソニックというまあ日本で大きなフェスがあるんですけど、サマーソニックに出てて、でもしかしたら会えるかなって思ってまあ見に行ったんですけど、まあでかい会場なので絶対会えないじゃないですか。で会えなかったんです、その日は。で次の日に Bring Me The Horizon っていう僕が好きな、まあ、バンドがいるんですけど、 Bring Me The Horizon のライブを見に行って、でライブを見に行きました。でまあ席いいところ取りたいんで早めに入って、でずっと取ってたんですよ、いい位置を。で陣取っていいとこ取れたのでずーっと我慢してたんですけど、まあちょっとトイレ行きたくなっちゃって、でうわーこのいい位置どうしようかなーみたいな、まあもうちょっと我慢できないからじゃあトイレ行こうって思ってトイレ行ったんです。そしたらマット・マクワイアが
トイレから出てきて、え、ここで会うのみたいなライブ会場とかじゃなくてトイレかよみたいな。で、その時に写真撮ってもらいましたね。やばいよね。やっぱ尊敬してる人に会えるっていうのはとても嬉しいですっていう話でした。まあ、マット・マクワイア、皆さんもちょっとチェックしてみてください。僕の尊敬してるドラマーでした。ではそんな感じかな。改めてローランド・チャイナさん、ありがとうございます。これから頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。じゃあ皆さん、バイバイ。